レディーファイト。ああ、これはまた随分と可愛らしい子じゃないの。ねえあなた、お名前は？人に名前を尋ねるときはまずご自分から名乗るべきだと思います。あなたはどちら様ですか？ちなみに私はリルと言います。私はエニスカーディナル。ところでリルちゃん、その防衛本能丸出しでとっても愉快なポジションは一体どういうつもりかな？ライルの嫌そうな顔が見えないの？誰が嫌そうなんですか？彼は嫌がってなんかいませんよ。ねえ、この人は時々こういう感じなんです。素直じゃなくてもうとにかく素直じゃなくて。テレ屋さん、そうそれなんです。だから別に嫌がってるとか迷惑してるとかそういうことはないんです。勘違いしないでください。誤解しないでください。妄想しないでください。ライル？なんでその子が私の服を着てるのよ。これあなたの服だったんですか？そうよ、私のよ。それをなんであんたが着てるのよ。なんでこの子に着せてんのよ。とっとと分かりやすく納得できるように説明しなさい。ほら早く。聞いてない。そんなことは知らん。おーイエス。うっさいそこ。外野は黙ってな。私はこの男と話してんの。何？これありがとうございました。とっても可愛くて気に入っています。そうどういたしまして。はい、こちらこそ。って違う、そうじゃない。すんげえ空回りだなお前。黙れっつってんでしょカーマイン。あんたさっきから狙いすましたようにチクチクうっとうしいのよ。お前らそんなブンブングラス投げんなよ。ヒスはいかんぞヒスは。同感です。3対1だな。ざけんな。ああ、うるさい。あんたら私の敵か？敵なんだな。そう思っていいんだな。これだから巨乳になんか文句があんのかこら。いや、日々揉まれすぎて脳みそまでふやけたかと。人人聞き悪いこと言うな。別にそんな揉まれてない。てか全然揉まれてないあんたなんかに言われたかないわよ。失敬だな。俺だってそこそこは揉まれてるぞ。あれはそういつだったか。え？ライル、いつだ？私は昨日揉まれました。ラウンド2。なんですってそれ本当？はい、それはもう覆しようがないほどに。逃げるな鬼畜！あんた昨日私の散々揉んどいて。あなたも揉まれたんですか？そうよ。なのになんでこんな貧相な代物を。誰が貧相なんですか？私だって少しはあります。所詮は少しでしょ。教えてあげるけどねお嬢ちゃん、男はみんなおっきい方が好きなのよ。そんなことないです。小さいのが好きだって人もきっとどこかにいるはずです。そんなやつはいないわよ。いたとしたら変態よ。この人は変態だからいいんです。ライル、あんた変態なの？君たち少しいいかな。何よ。両極端なこと言ってないでほどほどのやつも議論に入れてみないか？いい度胸じゃないか甘い。あんたも参戦するっていうのね。まあ祭りは好きだしせっかくだから混ぜてくれよ。私は絶対に負けませんから。オーケー、それじゃあジャッジメント。ライル、お前はどれがいいんだ？私あんたの好みは分かってるんだよ。信じてますロト。最低です。最悪だ。死にさらせ！の浮気もん、あんた今世界中の女を敵に回したのよ。どこが大げさよ。事の重大さをみじんも分かってないわね、この男は。そうです、はっきりしないのが一番悪いことですよ。方向が間違ってるんです。何自信たっぷりに断言してるんですか。それともあれですか、あなた神聖のひねくれ者ですか。三択があったら意地でも第4の答えを探すタイプですか。 T 字路があったら壁を突き破っちゃう人ですか。いや、むしろそのまま帰るタイプじゃね。それはそれで立派だけど、褒めていいのかどうかは微妙だな。嫌です。むしろ殺すだそうだ。ここはおとなしく諦めろ。別に、ただ思い当たることはいろいろあるだろう。かわいそうにな。一時の気の迷いでもしかしたらとんでもない間違いを犯したのかもしれないぞ。けどな、いくら悔やんでも時間だけは戻せねえしな。ご愁傷様で。